はい、こんばんは。そしておはようございます。毎週土曜日は午前0時からちょっと懐かしいガンアイテムをご紹介しています。そして月の初めはリボルバーということで、今回もちょっと懐かしいリボルバーをご紹介させていただきましょう。 MGC のエルフレームスマイソンというやつですね。まあ、取説に書かれている通りのね、呼び名で読ませていただきます。そしてこちらはね、比較用に出してきた私のお気に入りの一丁、はい、国際産業のね、スマイソンですね。そして、こちらが一番新しいですね、田中のね、田中さんはスモルトと呼びますっていうふうにね、書かれていますので、スモルトということになります。一目瞭然ですね、シリンダーの大きさの違いがね。パッケージはねこんな感じのパッケージですね。はい、で MGC の586シリーズ、エルフレームシリーズに関してはもう3丁ほど動画上げております。説明欄の方にねリンク貼らせていただきますので、ご興味のある方はそちらも合わせてご確認いただければというふうに思います。はい、こんな感じでね、スマイソン4インチともうなってるわけですね。はい、まあ呼び名は分かりゃいいと思うんで、どっちでもいいんじゃないですか。MGC がスマイソンって言ってたら私はスマイソンと呼ばせていただいてますんで、先にね取説見ちゃいましょう。ちょっと取説私感心したんでね、はい、ちゃんとね586とね、ここにスマイソンって、これって後からだったんじゃないかなって記憶があるんですけどね、もうこういう感じで、でもちゃんと展開、エルフレームスマイソンという形でね、ちゃんとまあ展開されていたか、あるいはその後にね、はい、作られた取説なのか、大東商事時代のね、はい、ここですね。まあ、この頃お店に行くとね、はい、もう新しい方の店舗ですね、旧店舗をね、反対側線路のねにありましたね、行くともうね毎週のように、あれはだから週に何丁も新しいのができてたのかな。パイソンベースのカスタムとかね、スマイソンできてからこうやってスマイソンベースのカスタムとかね、リボルバー割と充実して、もちろんガバンもねのカスタムもいっぱいありましたけれども、リボルバーもなかなか充実してましたよね。ドアを入ってすぐのところのウィンドウにね綺麗に並んでるね、カスタムメイドの、特に私なんかオフィシャルポリスとか目がないんでね、もう結構ね散在してしまったのを覚えてますね。こんな感じでね、いいですねイラストね。はい、これが今日のモデルですね、スマイソン4インチということで、はい、で火薬の装填方法について触れられていて、カートリッジの装填方法、まあこんなのね俺たちは知ってるよっていうね方ももちろんいらっしゃると思いますけれどもね、私もね猛反省してるところですけれども、改めて読んでみるとね、あれっていうね、結構新発見ってあります。こういうことはやっちゃいけないんだなっていうのがね、特にね年なんか取るともう知ったかぶりでね、新しいことなんかもう、あ、もう全部知ってんだよみたいなね風になりがちですけれども、この辺で、ね、逆に私なんかの場合は年取ってからより素直になっていこうかなと思ってね、最近はね新しいモデルなんかを買うとね、こういうドキュメント類、はい、しっかりと見るようにもしていますね。こんな感じで随分ボリュームあるでしょう。残念なのはねお勉強コーナーがないですね。例えば MGC から独立された谷尾小葉さんのね、モデルガンの中にちょこっとですけれどもお勉強がついてくると。またね先般ご紹介しましたね KSC さんのやつのお勉強コーナーなんかはね、もうそれだけで楽しかったというね、まあ、ぜひねプラスアルファのところでね楽しませていただけると嬉しいですね。紙っぺら1枚でもいいんですよね。はい、ということで、ベラベラ喋ってる間に、なんとかね、取説の説明を終えました。ではね、早速本体の方見ていただきましょう。まず横からですね、刻印はね、もうこのこっち側はいいんですけどね、はい、ドカーンとね、やっぱりシリンダーでかいですね。後で比べますからね。で、裏側はね、MGC のね、メイドインジャパンというね、ただこれ私ね、そんなにもう子供の時から慣れてるんで違和感はありません。はい、
ついたね、フロントサイト、そしてサイトピクチャーはまあこんな感じですね。まあ、モデルガンですけれどもね、サイトはアジャスタブルなんでね、それで遊ぶことはできますね。でサムピースのところのネジの色がね、ちょっとなんか私気に入ってるんですよね。グリップは樹脂です。後でちょっと着せ替えをするんで、その時に外して中をお見せしますんで、ウェイトですね。ですから、金属の上にプラスチックがコーティングされたようなグリップになってますかね。で、カートリッジはね、このカートリッジをね、これじゃないかもしれません。すいません。ちょっと今手元にね、あるのがこれなんで、これをね、今入れています。こんな感じです。ドカンと。お、やばい、ちょっとこれね、お、おっとっと、おお、ちょっとなんか滑らかにいかねえな、メンテ不足ですね。これね、多分、20年近く、はい、棚に眠っていたのをこの間ね、はい、ルーターを交換する時の怪我の巧妙でね、見えたということでね、やっと手が届いたんで、はい、引っ張り出した次第です。その下にもね、お宝いっぱいいましたね。あ、俺これ持ってたんだっけみたいなのがね、これから楽しみですね。あそここまめに開けたいなって感じですね。インサートはね、バッチリ見えますね。いいですね。はい。じゃあちょっとね、そうですね、最新の田中さんのやつと比べましょうか。と一番ね、まず比べて分かりやすいのがね、もうシリンダーのサイズですね。はい。一応ね、MGC のやつ、エルフレームスマイソンと歌っていますから、私、エルフレームのスマイソンが本当にあったのかどうか全然知りませんのでね、よろしくお願いします。シリンダー見てください。こう並べると分かりやすいかな。あんまり分からないかな。どう見ても細いですよね。こっちは M19 ですからね。こっちは586ですからね。はい。で、こんな感じですね。どうすればいいんだ。こんな感じにしますか。こんな感じで比べましょうか。はい。ね。でかって感じですよね。ということでね、こちらはね、はい、ローダーはね、Python のやつをね、使ってやってみましょう。さすがにね、この頃のモデルガンのカートだと、もうローダー使うとね、もう先端がちょこっとしか出てこない感じでね。はい。こんなロック付きのやつじゃなくて、ゴムのやつしか私、子供の時は持ってなかったんでね、やっぱ嬉しいですね、こういうのね。これがね、ちょうどいいんですよ。入っていくんで。で、こんな感じになります。はい。それ以外のバレルなんかはね、やっぱりちょっと MGC の方が少し太いんですかね。どうでしょう。ちょっと、マズルのクラウンのあたりとか、マズルを見てもらえればあれかな。こちら側が、スモルトですね。田中さんの。で、こちら側が MGC のエルフレームスマイソンという感じ。こんな感じですね。で、国際のと比べてもやっぱりちょっと国際のはそこそこかなね、こんな感じでになるわけですね。形状はちょっと違いますけれどもね、どれがどれだか、まあ、それぞれそういうねモデルになる実物があったのかっていうのはね、分かりませんけれども、こんな感じで違いますということです。まあ、ですからもうほとんど、まあこの辺は、586なんですけれども、もうなんか Python って感じですね、もうほとんどね。はい。こちらの方はさすがにね、M19 のフレームですからね、シュッとしていてね、そこに武骨な Python のバレルということで。こっちはね、そこそこお前も武骨だぜみたいな感じのところに武骨なバレルということで。まあ、非常にね、こんなに形状が違うなんで、並べてみて初めて分かりました。大して違いはないだろうぐらいな感じだったんですけれどもね。で、当然 MGC のカーこの世代のモデルガンですから、ここ見ていただきますと、こういう感じでね、はい。この真ん中にね、穴が開いてる、それぞれの各シリンダーの穴に入ってるところは、ファイアリングピンに相当する部分ですね。インサートも兼ねてるわけです。で、ここもね、バッチリインサートで、結構深いところに入ってるんで、まあ、ダミカの装填は無理でしょうと。いうことになるわけですね。例えばシーテックさんのやつもここまでしか史上最高じゃないですか、ここで止まったやつって。はい。でね、頼みの綱のね、こういう時にね、はい、まあもちろんダミカ入れたい理由っていうのは
お尻の刻印ですよ。ここの刻印が見たいんだぜっていうところです。この国際産業のねカートすらどうだろうと。あ、もうこれでもこれすら余ってしまいますね。はい、非常に寂しい結果になりました。ですからこれケースだけって言ってもこの MGC のカートとケースってこんなもんですから、これギリギリでしょ。ケースだけでもギリギリ入るぐらいですかね。ちょっとやっぱり一回ダミカでケースだけっていうのを作ってみたいですね。はい、そうするとここのルックスがいろいろと楽しめるっていうことになるわけですね。お、忘れてましたね。はい、皆さんは土曜の夜だと思いますんで乾杯。お酒でも喉が潤う。あ、だからお酒飲んでる時ってあんま咳込まないですよね。乾燥しててもね、いい感じですね。はい、いい感じで、何がいい感じなんだか分かんないですけどね。じゃあね、グリップの着せ替えやる前に、カートを入れた重量どのぐらいのかちょっとね見てみましょう。カート入りで、おーおーおーおお、800g ね。でカートを抜いて、720g。そこそこの重さって楽しいですよね。これちょっとねグリップ変えちゃっててアダプターもつけてるんですけど、参考までに国際の方が 707g ね。で、最新の田中さんのスモルト、これが 760g。 あ、さすがですね。まあ、この辺重たいですからねこれね。はい、こう並べてみて持ってみてグリップも変えてあるんですけれども、私にはそれぞれなんか個性があるように見えます。はい、楽しいです。ただ今日の主役はね、この MGC の、エルフレームスマイソンなんでね、こいつのねグリップの着せ替えチャレンジしてみましょう。はい、チャレンジってことじゃないですよね。さてドライバーはねこれでいい。あ、このでかいのじゃダメじゃん。はいね、このね照明をね逆光で受けながらねネジ穴に合わせていくっていうのがね老眼にはね非常に辛いですね。でこの間もね何の時でしたっけ、グダグダになってしまう。あ、これがグリップですね、例のね。はい、今の音でもうお分かりになる通りもずっしり重いです。こんな感じのものですね。ただこのツヤとデザインは素晴らしいですよね。グリップ1個いくらあるかちょっと見てみましょうか。重いですよこれ、100g あります。だからグリップ2枚でもう 200g っていうことですね。さてこれにつけるべきグリップなんですけれども、ここがスクエアになってるんで、私本当はこれをつけたかったんですよね。アームズマガジンのね、はい、共同企画のこのコンバットシューティンググリップっていうの、これ細身でいいなと思ってたんで、ぜひつけたいなと思ってたんですけど、残念ながらここがラウンド用なんで無理だなっていうことですね。削っちゃえば合うのかな、ここカットしちゃえばいいわけですね。そんな度胸はすいません、ありません。このグリップ結構高いんでね。ただ見てください、こちら側見ると入るには入りそうですよね。はい、ということでこれはつけたつもりでちょっとだけこう見てみましょうということで、まさに試着ですね。似合いますね、なかなかねこれね。はい、これ細くて握り良さそうですけれども、今回は却下と。でもう一つね、アルタモントのね KL フレームっていうのがあったんですけどもね、これもねこれねラウンド用だったんですよ。ということでこれもねダメでした。これは一回やりました、この間ね、この間とか今日昨日か。はい、ちょっとね会えばねこれはこれで良かったのかもしれないんですけれどもね、残念です。あと候補が2つぐらいありますね。はい、1つはですねこの田中さんのね、はい、M19 用の19K 用の、はい、これどうでしょうね。やばい、太すぎる、大丈夫大丈夫。おお、このウェイト入りグリップですね。まあ、正直言ってね色はちょっと私の好みではないんですけれども、
とりあえずつくかどうかだけ見てみましょうか。あ、なんとなくいけそう。うん、あ、いけますね。ほら、こんな感じでピタッとフィットしますね。あらあら、あ、いけますね、これネジで締め込んじゃえばって感じです。はい、ということでこんな感じのね、色合いにもなるかなみたいな感じですね。ちょっとさすがに少し綺麗にしましょうか。どうでしょう、こんなの見かけとしては。なんかマルシンさんのモデルガンにこう似てくるような感じですね。586のね、こんなグリップがついてたような気がします。うん、ということで、田中ワークスさんの、ウェイト入りのグリップで、これはなんかハマりそうですね。で最後にですね、この CMC さんから、ハートポドさんで再販されたあのスマイソンのグリップ、これをねちょっとねゲットしたんで、もともとねあのハートポドさんバージョンについてきてるのって結構いいんですけれども、色がちょっとね気に食わないのがあったんでね、濃い色のも少し欲しいなと思ってちょっと濃いめのやつをね手に入れました。これはどうでしょう。んあれちょっと待って、どこも穴とかボスはないな。ちょっとこっち側からやらなきゃダメか。これほらスクエアのカットになってるんで、あ、いいですね。あ、入りますね。こんな感じでほらピタッと。どうでしょう。ということはこれで本来ネジを締めちまえば、あ、いきますね。結構バッチリですね。どうでしょう。これでなんか記念撮影をしたいな。はい、おろろろろ、こんな感じですね。こんな感じになります。これ一番似合いませんかね。私にはそう思ったんですけれども。はい。まあ、ちょっとこのラインが多少ね、違ってきますけれども、それはまあ、あんまり細かいことは気にしなければ、これで十分遊べます。あ、握り心地、これね、真ん中がデボッとしててね、いいんですよね。はい。ということで、CMC 版のスマイソン用の木グリはつきそうですね。ということで、いろいろとね着せ替えの楽しさはね今後もありそうな銃ですね。じゃあちょっとね戻してあげましょう。こっちか。いやー、この色ツヤというね、あと形状、このフィンガーチャンネルとかね、あとね微妙な薄さ、やっぱ薄いグリップっていうのはそれだけ私なんかの場合はあの手が小さいですからね、薄いグリップに握りやすいっていうところがあるんで、すごくねこれからもね発掘していきたいなと思いますね。あれば買いたいみたいなねところがありますね。まあさすが純正品ということで綺麗に収まりました。はい、いいツヤですよね。一瞬木グリかなと思っちゃいました私。はい、最後にねアクションですね。はい、こんな感じです。シングルアクション、ダブルアクション、すんごい滑らかです。はい、それは多少はね負けますけれども、今のモデルガンの中でも出来の悪いやつには勝てるかな、つまり中今のモデルガンの中でもそこそこいいんじゃないかなっていうぐらいの非常に軽くて抵抗のないトリガープルです。はい、ということで今週の懐かしいガンですね、はい、MGC の L フレームのスマイソンご紹介させていただきました。ではまた。